久保さん。まあ、あの、できない人に囲まれても学べるものはありますからね。要は、できる人からどう学ぶのか、できない人からどう学ぶのかっていう話で、結局その、うん、学べる箇所はいっぱいあるんですよ。反面教師で。しくじり先生もそうだし。うん。だから、結局その、うんまあじゅ、ね、久保さんが受信力みたいな話をね、あの、即科塾の名言みたいな話ですけど、どう受信するのかって話ですよね。だからまあ、あり、ありからでも学べるし。 別に植物からでも学べるし太陽からでも学べるし、うん、海からでも学べるしもはやその喋んなくても学べるますからね <laughs>、うん、でもそういう感覚になそういう感覚というかそういう考え方というかそういう風に慣れたのが良かったですねビジネスこれやってなかったら多分こういうことを言えないしそういうことを学べる自分ではなかったので ビジネス、なんか、久保さんがビジネスに救われたみたいな、なんか、名言ありましたよねビジあ。ビジネスが僕を自由にしてくれたみたいな。みんなビジネスに縛られて、ビジネスがやだ言うてるんですけど、ビジネス楽しいですからね。うん。いってらっしゃい。